皆さんこんにちは、ウイシー長野トライメンツです。今日は、チームの紹介ということで、戦力分析チャートの説明と、Eプレイヤーの紹介、それから、2021-22 シーズンの、目標をキャプテンと監督に、紹介していただきます。2021-22 シーズンの目標は、昨年よりは、もっといい試合をして勝つ試合を増やすことです。自分で今4年目ですけど、すごい選手の努力を見て、もうやることをやってるし、私たちの自分のベストパフォーマンスを出すのは非常に大事じゃないかなって思ってる。だからそれはもう努力して頑張ってくれば、もういい結果になるじゃないかなと。浜松監督が来てから、最初に言われたのが、1年目は経験で、2年目はセット取る回数が増えてきて、3年目はフルセットが増えてくるって言われて、本当に今そういう段階に来てて、楽しみな、不安とかもあるかもしれないですけど、その分楽しみの方が多くて、勝ちにいける試合っていうのがこれから増えてくると思うんで、そこをいかに取るかっていうのが、今回目指してるところだと思うので。俺もアーマツが来て、なんか本当に予言者っていうぐらい、なんか的確にいろいろ物事を発するので、すごい僕も日々一緒にいて楽しいです。キープレイヤー、今回は背番号7番戸崎孝人選手。金を引っ張ってる選手の中で状況を見て、それは選手に盛り上げる。一番違うのはそこのメンタルの部分のところには強いし、そこのところに通して俺女選手にしました。試合に出ててもすごい頼りになる選手ですし、本当に引っ張っていける、チームの中の一人なのかなとは思います。最後に、戦力の自己評価ということで、5つ項目を挙げてもらいました。それぞれに点数、5分であるんですけど、じゃあ順番に、ファンの方々、もしコロナの環境なかったら多分ここまで練習来てみたいな。それはもう2年前ね、コロナの前にも来てくれて、北海道から大阪から遠いところ熊本からあっちこっち大分から来てくれて、それは正直なかなかないよね。ホテル泊まって1日で練習見るだけ、それはすごい感謝して。そうっすね、やっぱりなんといってもその試合の時とか、それ以外にもそのいろんな面でサポートしてくれてる、結構ほんと近くで応援してくれてる人たちなんで、その分期待にも応えなきゃいけないし、一緒にっていうのがやっぱ虫長トライデンツが求めてるものだと思うので、なので5の評価にしました。はい、じゃあ次選手の努力、これはもうみんな分かってるね本当に5時まで残業も出てきてくれて、ギリギリまで空いて、練習も1時から始めて9時まで、自分の休みもほとんどないし、全員で切磋琢磨しながら、日々努力して、去年みたいに、昨シーズンみたいに、やっぱ上のチームにも食らいついて、なおかつ勝ち切るっていうのがやっぱ今年目標なので、っていう意味で、まず選手の努力っていうのは評価に値するんじゃないかなと思って、この評価にしました。スポンサーの方々のサポート、スポンサーなんか地元だけじゃなくて、遠いところと例えば僕諦めずに、ずっとサポートしてお金出してくれるのは、すごい力になる。西野トライデンツが、重視しているファンの方々、地域スポンサーの方々っていうのが、本当にかけがえられないもので、本当に支援してくださる方や、本当、負けてても応援してくださる方っていうのは、やっぱこれからも大事にしなきゃいけないし、さっきも言ったんですけど、やっぱ恩返しもしなきゃいけないので、やっぱ勝つって意味でも、5の評価入れさせてもらって、自分たちは結果で恩返しできるように頑張りたいと思います。次、ホームゲーム、これもこう、なんといってもやっぱホームゲームの一体感っていうのは、他の選手チームの選手たちも一番やりにくかったっていうぐらいなので、やっぱそこは VC 長の強みなんじゃないかなと思って、この評価にしました。最後、ディフェンス、俺基本的に俺やった選手は多分このことを分かってるから、俺のボールを結構重いね1年目来た時は打った時はもうみんな逃げたり、やっぱり意識も変わってるし、技術も変わって、この心の力
も変わってるから、うん、そう強引になったんじゃないかな。まあ、ブシナガトライデンツはあんまり特徴がないというかが正直な感じだったんですけど、まあ本当2年目、3年目、4年目と入ってきて、その意識っていう面で、何で点数を取らなきゃいけないかってなった時に、まず拾うことっていうのが、まあ大前提で上がって、あのちょっとずつですけど形になってきてんじゃないかなと思って、私も今年からあの選手兼コーチということで、天津監督と一緒にあの球出しをして外から見る機会が、非常に多くなったんですけど、やっぱり今年の VC 長野は、まあ、総合的にこうスキルは上がってはいるんですけど、やっぱりこのディフェンス面が、まあ、かなり、スキルアップしてるんじゃないかなと思うので、ぜひ注目してほしいと思います。そしたら以上で、VC 長野トラレンズの、紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。